これから8回バファローズの攻撃です。そしてファイターズはピッチャーが変わります。背番号13生ためが2番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。打席には8番バッター若月。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。若月ヒットが出ます。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは9番紅林。先ほどの打席はライアフライに打ち取られて引っ張った、取った、一塁へ、アウト、ワンアウト。さあ、そしてバッターボックスには中川が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが追加点は許したくないところ。ここで離されると難しくなってきますから、強気のピッチングで切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですよね。このピンチ見逃しで三振を奪いました。ランナー2塁と3塁で全然違う。初球から際どいコースをついてきます。ふわふわっと上がった、左に切れてファウル。今のファウルの感じだとスライダーを狙って外のボール打っていった。高い打球、ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト。里崎さん、この乱打戦もついに9回を迎えましたね。まあそうですね、でも逆に言えばピッチャー頑張らないといけないですよね。打ちました、高いバウンド、セカンドゴロ、上川、これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターは DH ゲレーロ。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。インサイド落ちました、マルティネスが抑えています。ワンアウト。5番バッター森、さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。ワンアウトになっています。打ちました、サード取った、二塁は無理、一塁送球、アウト。ここは送球が間に合っています。さあ、そして打席には頓宮が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、ランナーを得点圏に背負っています。まあここは勝負を避けるケースも。最後はファールフライ、掴んでアウト、これでスリーアウト、試合終了。